フィード、うちの服を引っ張らんでくれなのじゃ。パーティ、足元危ねえぞ。おお、危機一髪なのじゃ。ラピードは教えてくれてたんじゃな。ラピード、パティには懐いてます。どうして？ラピードは子供好きだからな。タイよりもピッチピチなうちにメロメロなのじゃ。私に足りないのは若さだったんですね。いや、確かにパティは若いけど、なんかおかしくないか？この砂漠にはまだお宝が眠ってる気がするのじゃ。じゃあフラフラしてるとはぐれちゃうよ。じゃあお宝の匂いが。ラピードにもわからないお宝の匂いだなんて、パーティーどんな話してるの？鼻ではないのじゃ、勘なのじゃ。お宝の隠し場所はなんとなくわかるのじゃ。勘だけで砂漠まで来ちゃうなんて危ないよ。うちの勘は百発百中なのじゃ。百発百中なら億万長者になれるかもね。欲をかくと身を滅ぼすのじゃ。パーティーには言われたくないかも。ほれラピード、おでんなのじゃ。おいしそうですね。やっぱりおでんの中ではゆで卵が最高よね。何言ってんの？おでんの王様は大根よ。パティ、大根。ちょっと待つのじゃ。珍しいね。食べられれば何でもいいリタッチがそんなに気に入るなんて。それがおでんの魅力なのじゃ。でもおっさんもリタネーも間違ってるのじゃ。何がです？おでんの花形は練り物なのじゃ。中でも白はんぺんが最強なのじゃ。はあ、最強ですか。ラピードも、私は美味しければ何でもいいですけど。ご苦労様。しばらくは休んでて。誰に何話してるんですカロル？うわあ、びっくりさせないでください。ごめん、今の聞いてた？ええ、聞いてたわよ。何武器に話しかけてるのよ。こうやると武器がよく切れるようになるんだよ。現に今の戦いだって戦う前にちゃんと励ましてあげたからなんだ。本当ですか？ま、いいんじゃないの？あら、いない。何よ。いいえ、じゃあ次も頑張ってもらわないとね。お願いね。次もまた活躍を期待してるわ。頼りない主人持って大変ね。あんただけが頼りよ。頑張ってください。みんなに励ましてもらったし、次は攻撃力倍増しでいくよ。調子に乗んな。いた。砂と骨、サボテンと宝箱、空と風と太陽と永遠とそれだけね。かえって見通しが良くていいや。強がりもいいけどさ、おたくらもう大丈夫じゃないわよね。見通し良くても迷子になる時はなっちまうわよ。迷子になんてなってないわ。でも確かに探し物見つける前に俺たちが探される身になるのはごめんだわ。でもここで引き返すのも尺ね。戻らないとやばいかも。そろそろなんとかしないとやばいんじゃない？確かに、なんとかしないとやばいが、おさんが元気なのは納得いかん。